西サハラの砂の壁の一座の壁は、西サハラ領域内を南北に貫く、軍事的な境界線。総延長は約2 7 0 0トル。西サハラの領有を主張し、同地の独立を主張するポリサリオ戦線と対立するモロッコが、ポリサリオ戦線のゲリラ攻撃から沿岸しようとしを防衛する名目で建設した。西サハラの人々からは、恥の壁と呼ばれている。 砂の壁はあくまで俗称だが、その名の通り、モロッコ軍がサハラ砂漠の砂を高さ数メートルに積み上げて作ったもので、その周辺は鉄条網と地雷で防御されている。この壁はイスラエルの技術者と専門家が中心となって建設された。壁の総延長は約2000キロメートルに及び、西サハラの南部国境を経て、西サハラ領域内を南北に縦断。 モロッコ・アルジェリア国境に達する。壁の西側はモロッコによる占領地でモロッコ軍が監視、東側はポリザリオ戦線による解放区で戦線側が監視しており、国際連合の停戦活動もあり、両者の停戦は厳守されている。砂の壁各高期別整備状況とモロッコ・ポリザリオ戦線の実行支配地域差の壁の一位置。 部分差の壁は6段階に分けて建設され、壁で防護された範囲は、モロッコの近くの北部から、次第に西サハラの西部、中部の広い範囲に拡大されてきた。ありがとうございます。